これからユニオンステーションからドジャースタジアム無料バスで行きたいと思います。多分これ切符持ってるとただなんだろうね。あ、今バス降りました。そして外野席かな、ここは今入りました。はい、ジャッキー・ロビンソン像です。黒人最初のメジャーリーガー、映画にもなったから知ってる人知ってるでしょ。なんかライブやってますね。ラトーダもクリスマス。これ外野の裏はこんな感じなんだよね。子供遊んでます。はい、試合開始1時間前ぐらいの外野席の裏側なんだけど、なんかほんとボールパークって感じだよね。まあ食べ物もあるし、遊具があって子供みんな遊んでるしね。よいよい。とりあえずピザとコーラ買いました。これでね、だいたい26だから3000ちょい、まあまあするよね。こんな感じです。まったり野球観戦いいっすね。今7時ぐらいなんだけどね、まだすごく明るい。ウェイ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 、こんなご様子ですよ。もうなんか何、空いてる席見つけて勝手に座って、まあ、適当に飯食ったりとかビール飲みながら見てるんだけど、すごく居心地いいね。もうなんか気張ってみないでいい、ゆるい感じ、素晴らしい。グリーマンです。こいつむっちゃ打つよね。今打率3割3分ぐらいあると思うよ。どうせだから一番上とかも行ってみましょう。はい、バックネット裏7階にやってきました。いいよね。でもまあこの上まだあんだよね、9階が。どう、よくない？はい、オーロラビジョンではダンスカム、踊りを踊らなきゃいけないってのはね、カメラに映された人が。すげえアメリカっぽいっていうか、日本だったらなんかこれ恥ずかしがるもんね。はい、トップデッキ9階の一番上にやってきました。ちょっと外の風景見てみますか。うぅ、はい、一番上から見るとこんな感じです。いいね。なんか一番前とかそういう臨場感もいいけど、俺一番上が一番なんか気持ちいいんだよね。奥のこの駐車場がたくさん
1万台ぐらい止めれるらしいよ。はい、まだ試合終わってませんがね、4万6000人ぐらいお客さん入ってるんですが、その割にはもうみんな帰ってるよね。まあ試合終わるともうすげえ大変になっちゃうと思うのでね、俺も今晩に帰りたいと思います。ドジャースタジアム多分また来ますよ。どうもありがとうございました。